死んじゃうな、これはどうしよう。どこや、こんにちは、プロトです。11月暇になったのでモルボルチャレンジを再開してみました。今回は4戦目、気候上アレキサンダー霊式機動編4への挑戦です。アオマのねレベル20くらいの人とかレイド経験のない人を強引に誘ってここまでたどり着きました。果たしてモルボルマウントを入手することができるのか。機動編4は4本の足を撃破し、最後に中央のマニュピレーターを破壊すると勝利です。さあ、まずディスコイドがやってきましたね。これ青いマーカーがついた人へ向かってね、外周から弾が飛んできます。でその弾に触れると爆発です。でこの弾は基本ヒーラーが処理していきます。で、まあ、後半になるとさらになんか最後でっかい弾が現れて中央で頭割りっていう処理が増えるんですが、まず前半の最初の方はねこの外周にちっちゃい弾が来るので、これをヒーラーがね処理していくっていうバトルになっています。で、足を破壊すると中央にマニュピレーターが現れて、これを少しね削る時間があると。でその後なんかめっちゃ痛い範囲攻撃が来ます。最初はあんまり痛くないんですけど、足を破壊することにこの範囲攻撃が、ダメージがでかくなっていくので、まあその辺は若干ね注意しながら戦う必要があります。で基本なんか半時計とかで、足を破壊していったりするみたいなんですけど、今回俺たちは右の後ろ足、左の後ろ足、右の前足、左の前足という順番で削っていきます。カーネイジはなんかビットみたいなのが湧いて、そこから線で、人につながるんですね。でその線を一人一本で基本取って、ください、でそこに爆発が来るという感じなので、線つながった数だけ爆発がしちゃうんで、線取ってね一人一本基本取って3回して、受けるという形です。まあ2本ぐらいやったら別に即死とかしないんで大丈夫なんですけど、意外とねこの線ね、対象者の人が動いちゃうと取りにくかったりするので、その辺は注意です。で、地面に時折このように AOE が発生することがあるので、まあ、それを回避していくということですね。で2本目を破壊したので、また、中央にマニピュレーターが現れました。これをまたしばらく削る時間が少しねあって、んで、また全体攻撃が来るという本当に繰り返しです。で続いて3本目ですね。3本目からはザコが飛び出してくるので、注意しながら ST をね処理していく必要があります。3本目の足が始まったら、まあ、少しだけね削る余裕があるんで、クモンの歌とか入れて少しね万神技入れたあたりでマイティーガードを入れます。でザコが湧いたらすぐにフロックレッグかな、なんか挑発のやつを使って、あと開口線等でターゲットを取っていきます。で外周の敵を中央の敵に食わせないといけないんだけど、中央の敵も早く削らないと MP をゼロにしてくる攻撃をしてきます。削りすぎでもある。おー怖え俺かいいかな。こんなすぐ削れるんやったら、でもこのぐらいでいいのかもしれない。うん、はい、と若干なんか削りが早くてビビったりもしたんですけども、なんていうかな、雑魚を食わせなかったら雑魚が無限に湧くんですよね。なので雑魚を食わしてから中央の敵を倒すっていう感じです。で中央の敵が時間かかるとなんか MP をゼロにしてくるっていうね、嫌な技をしてくるっていう感じですね。で、これ煙がね足に上がってるんですけど、この煙が出ているときはパーペチュリアルレイっていう技が来る、合図になっているので、それをスタンで、止めることはできないんですけど、軽減することができます。なのでタンクはねちょっとスタン技が必要で、それを常に見ておく必要がありますね。どの足が煙を出しているのかっていうのを確認してスタンを入れるっていう感じです。で次は回復もらったら3回ね、3回もらったらな、はい。内災はもう基本スチームダッチを無視するので、ついたデバフを味方に移さないように、もう3回して食らったらそのデバフついた人は、そのまま誰にも移さないように注意します。これをまたミルクさんが削る、ね、やってきた、飛んできた半分切るぐらいでいいですか。そうですね、前方危ないかもしれない。はい、俺に近づくなよ、俺に近づくなよ。あります。はい、はい、もうホワイトインで打つ。 OK です。倒そう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 。いやーもう死んじゃうな、これはどうしようかな。どこや、倒したぞ。クモクモクモ、なんか違うことしてるから
で、この中央のマニュピレーターを倒したらいよいよ最終フェーズです。最終フェーズ前なのでこれは一番痛い全体攻撃が来るので、ゴブスキンなどで軽減しておくといいかなっていう感じですね。さあいよいよ最終フェーズです。カーネージで3回あ、OK、ディスコ、いいと、カーネゼロ3回、佐々木3回か、3回してから真ん中に集合で、スチームジャッジ、はい、スチームジャッジは本来は内災のデバフで処理していくんですけど、今回無視法なので、決められた人が2つずつ弾を取ります。その時なんかスプリントで走り抜けると2つ取れるようなので、スプリントを使って、2つずつ取って、で担当で蘇生をするっていう形です。で、まあ、ここで蘇生を使わないといけないんで、このバトルではここに来るまであまりね蘇生をあまり使わないっていう状態を保ってたどり着きたい、場所ですね。カーネイジー戦取ります。取れなかった。頑張ろう、落ち着いて。あーザコ、ちょっと待って勝てえなザコ。メイクさんに取られる。なんか死んだ。はい、あのターゲット取るまで行くで。俺だ。あ、待って、ホイトイング。ホイトイングする。俺もシャワーも。うん、オッケー。いいよ。やばい、早く倒さない。やばいぞ、そろそろ。オッケーでー。誰か起こせる人いる？います。起こします。はい、お願いします。起こすよ。はい、ありがとう。クモン入れてね。あ、クモン。あーね、3回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 あーちょっと待って、ミルクさんミルクさんいけるかな。大丈夫です、あんま攻撃してないんで。ディスコイード、はい、真ん中でどこから来るかな。さあそろ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 いけるよ。ファイナルスピアタイムやで、ファイナルスピアタイムですね。いけるよ。まあまあ焦らせない焦らせない、まだいける。いや 15% で 15% でいけるらしいからさ。打ってきます。あ、3回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 まだまだ3回まだ上がった。大きいのファイナルスピア準備します。いけ、おら俺も行こう。やかんい、ほらあと2番、あと2番1人。おーなんとかなったね。あ、おめでとう。というわけで、モルボルチャレンジ気候城アレキサンダー霊式機動編4踏破ということで、ありがとうございました。動画を最後まで見ていただきどうもありがとうございます。よかったら高評価やコメントなどお待ちしています。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。プロトでした。さよなら、バイバーイ。